はい、今日はですね、テーブル懸垂というものをやってみたいと思います。まあ、なかなかね、家で、背中のトレーニングというのは難しくてですね、基本的に懸垂の状態ではないから、もう後ろに引く状態のもの、それに対して負荷が、かかるような、感じじゃないと背中になかなか筋肉がつかないんですけれども、今日はね、このテーブルを使って、やっていきたいと思います。このテーブルはちょっとね、かなり不安定な方なんですけれども、家にあるね、もっと大きな、ディナーテーブルとかそういうものだったらもっと安定してるので大丈夫だと思いますが、まあ、できるだけね、大きめの重いテーブルを、まあ、使ってほしいですね。ちょっとやってみましょうか。テーブル懸垂、これもう一見かっこ悪いですけど結構いいんですよ。下に潜り込んでこんな感じで1、2、3、4、5という感じで、まあ昔あったね、斜め懸垂みたいな感じもあり、ジムでいうこういう弁当バローみたいな感じでもありますけども、背中に対してね、すごくね、自分の体重の負荷がかかっているので結構いいと思います。下に潜り込んでこの端ですね、掴むところの真下に肩が来るように真下に来てくださいね。こっち出た状態にならないで真下にもう潜り込んで肩の真上にテーブルの端があるようにしてください。それから、手の幅は肩幅からまあそうですね、まあ10センチぐらいさらに広く左右握ります。それで足を伸ばして、足はかかとをついた状態ですね、かかとをついた状態で真上を見たまま胸を開く、胸をつけて胸を開く、背中を肩甲骨の間で開く、息を吐く、息を吸う、息を吐く、息を吸うですね。背中の筋肉を絞るときに息を吐く、背中を開くときに息を吸います。吐く、吸う、胸を開く、背中を伸ばす、胸を開いて背中を縮める、背中を伸ばす、背中を縮めるという感じでいくんですけれども、大切なのが今のお尻、足からお尻、背中の方が一直線に保つということで、お腹とかこの腰だけ上がってしまうことがないので、それだと背中のトレーニングにならないので、基本的にはそこはまっすぐで腕、背中の辺だけ動いてるだけという感じでやっていきますね。もう背中のトレーニングは、まあ、ジムでやっても同じなんですけども、胸をとにかくこう開くんですね。開くことで背中縮まるんで、これやってる時もしっかり縮める、開く、縮める、開く、背中を縮めるということは胸を開くということなんですね。ちょっと、角度を変えてやってみますか。はい、じゃあこれでやってみます。胸を開く、背中を伸ばす、胸を開く、今度肩甲骨が目いっぱい開く、胸を開く、肩甲骨を開く、息を吐いて背中縮める、上で自分で一瞬止まる、止まった方がいいです。一瞬止まる、止まった方がいいです。上のところで必ずギュッと止まってください。自分では止まってるつもりが実際にはこうピュッピュッと動いちゃうんで、上で収縮した時に止まる、止まるということを、まあ、意識的にやってほしいですね。まあ、表情これね、不安定なテーブルだったんで、あれですけど、大きなディナーテーブルだったら問題ないと思うんで、しっかりね、この真下に入り込むという感じでやってみてほしいですね。これ、背中のね、この広がりというよりは少し厚みを作る方の運動にはなってくると思います。肩甲骨の間と、あと広背筋、大筋、そのあたりの厚みを作る感じになってきますね。今日は、テーブル懸垂という運動でした。これをね、10回3セット行ってみてください。はい、パーソナルトレーナーのゆうじでした。